そういう風に見てしまったんだ。うん、しますよ。うん。恥ずかしいや。でも、しますよ、しますよ。私が、結構現場では、あの、ヒロさん、伊月役の野島ヒロさん覗くと、私、お姉さんの方なので、だから、一番最初は結構みんなビビってたなって思ってたの。ビビってた。うん。なんか何か言うと、ザッて、こうみんな、はいって言って聞いてくれるというか。え、千葉さんに。そう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 。あれ、そうだっけ？最初はなんかそんな感じ。そう。ちょっと、ビビってるというよりは距離感がやっぱりあって、役柄的にもそうだったんですけど。あ、確かにそうですね。監督とっていうのもあるし、初めてっていうのもあって。うん、だいぶみんな砕けて、そうですね。楽しく、うん、収録してますからね。そうですね。なんか先輩方と、なんか後輩というか、っていうののバランスもすごく、いい現場で、中でも千葉さんは本当みんなのことを見ててくれる感じが勝手にしてて、何かあるとね、すぐこここうしたらとか、こうやったらいいかもしれないよっていう感じで。そう、ビビらせないようにっていうのをテーマで。そんなテーマでお送りして、優しくしようっていうのが、そういうのをテーマでお送りしてる。あ、そうだったんですね。そうなんです。じゃあ、ケンちゃん、次、質問どんどんしちゃおう。そうですね。